まあ、おや、いや、確かに。はあ、ほう、あああ
まあ。確かに。よかった。はい。あ。いやいや、お疲れ様です。皆さん、やっと着きましたね。こちらが暗黒海が誇る交易街です。東の大門から近いのでお察しかもしれませんが、戦地前の補給所でもあります。人海でいう前線拠点と同じ機能か。それにしても活気があるな。ここは特別ですね。十校はそれぞれ領地を持っているので、眷属となる者たちは基本的に分かれて住みます。ですが、前線前なので種族の区別などない宿場町になっているわけです。最近は交易街としての要素の方が強いですね。ダークテリトリーでも珍しい、多種族同士で交流する特別な町ってことなんですね。懐かしい。いろんな種族がいるっていうのがなんだか親しみあるな。 ALO を思い出しちゃう。皆様、一直線にオブシディア城へ向かいたいところですが、実は
少しだけ出発までのお時間をいただきたいのです。オブシディア城に伝令を出す件ですな。お任せください。商工ギルドの手にかかれば危うまの役目も何なさのです。何の話ですか。我々を招致したのはそちらでしょう。すぐ向かうことに問題が。その実は本来人界に赴く使者は別のものだったのです。海南殿にはあらかじめ協力を要請し待機してもらっていましたが、召喚が人界に行ったこと自体上官たちは知らないのです。それってもしかしなくても上官さんたちに怒られる案件なんじゃ。それはドロシー、きっと何か理由があったんだよね。よければ聞かせてくれないかな。はい。人界は我々にとって敵地です。抜擢された方を危険な目に遭わせたくありませんでした。あの方は今すごく大事な時期で。ベルクーリさんが言ってたリピアという使者のことか。ドロシーさん、そんな肩を落とさずに。人界との交渉を見事成功させ皆さんをお連れしたことは誇るべきことですよ。ドロシーさんには商人の素質があります。暗黒騎士団を解雇されたらうちのギルドにいらっしゃいな。解雇。おや、さらに落ち込ませてしまった。ですね、これからのことですが、皆さんにはこちらから出発のお声掛けをするまで少し待機してもらいます。よろしければ交易街を拠点に暗黒界を見て回るのも良いと思いますよ。和平会談前に様々な種族や土地を知るのは有益かと。いろいろと言いたいことはありますが、自由に動く時間が取れるのならば確かに有益です。我々は知らないことが多すぎる。そうだね。暗黒界の慣習や市井の人の暮らしを勉強する機会になるかも。交渉に何が役に立つかわからないし。あ、それに和平が結べた時のことを考えると。暗黒界がどんなところでどういう文化があるか調べてまとめておいた方がいいかもな。確かに。交流することになるんだし、暗黒界をよく知る人間を作るべきだよね。というか僕らがなるべきなんだ。責任重大だね。はい、ではそういうことで皆さんの拠点となる場所は手配済みですのでご案内します。ドロシー、大丈夫だって。上の人に怒られそうになったら俺がちゃんと説明するよ。ドロシーがすごく頑張ってたってこと。キリト、いえ、これは召喚自身の落ち度ですから、どんな罰も受けるつもりです。ご迷惑をおかけしてすみません。まあ、振られちゃったわね。その言い方はどうかと思うぞ、シノン君。あんた気づいてる？彼女ずっと緊張しっぱなしの状態なの。怯えてる小鳥みたい。まあ、ドロシーからしてみたら敵に囲まれながら旅してるようなもんだからな。でも元ソロプレイヤーの視点からすると、人を怖がっているというよりは遠ざけてる気がする。あら、奇遇ね。私もよ。だから彼女のことは気になっちゃうのかしら。ねえ、キリト、何か今回の旅って今までで一番モヤモヤするわ。これからこの土地の人たちのことをもっと知っていく。ドロシーのこともそうね。きっと知れば知るほど
もし戦わなきゃいけなくなった時に自分が弓を射ることができるかわからなくなりそう。いらっしゃいませ。またのご来店をお待ちしております。こんにちは。いいの買えただろ。いらっしゃい。いいの買えただろ。見るだけでもいいよ。ありがとう。ちょっと待った。なんだそいつは。まずい、名瀑の香水の効果が切れたか。俺はここを契約者が来るまで守るよう言われてるんだ。怪しい奴は近づけるわけにはいかない。そこのそいつ、その格好は暗黒騎士か。にしては肌の色が、噂に聞く人海人みたいじゃないか。何者だ。え、言われているのはドロシーなのか。あ、そういえばこの町の人族は。そうか、ドロシーはどちらかというと人海寄りの容姿なんだ。ちょっと前を失礼。私が契約者のカイなんです。お仕事お疲れ様ですと言いたいところですが、私の顧客に失礼な物言いは控えてもらいたいですね。こちらは暗黒騎士団団長シャスター様直弟子として名高い
ドロシー・イザヤ・エリシュバさんですよ。暗黒騎士団団長の直弟子ドロシー、もしかしてあの滞在の子供？人の話を聞かない方ですね。熟考直属の部下に非礼をすればどうなるかわからないというなら私は構いませんが、それはそのすまなかった。俺はもう役目を果たしたから立ち去ろう。はい、報酬は商工ギルドから受け取ってくださいね。はい、すみませんドロシーさん、手配したのはうちのギルドなんでよく言いつけておきます。いえ、さあサライ行きましょう。皆さんも旅の疲れを癒しましょう。入って入って。なんだか穏やかじゃないわね。滞在の子供ってなんだろう。多分ドロシーのことなんだろうけど、今聞ける感じじゃないな。ドロシー何か隠しているのか。海難に準備が整ったと言われるまでこの地域の周辺を散策するか。和平会談に有効な情報もあるかもしれない。ドロシーのことも気になる。一度話せる機会を作らなきゃな。やあ、ああ